源氏物語系図とは、源氏物語の登場人物を系図の形にして整理したものである。源氏物語は、およそ500名余りの人物が登場する。さらに、以下の不死で証実する通り、人物の故障は複雑であり、源氏物語を、系統律って理解して読むためには、登場人物を何らかの形で整理したものが、どうしても必要になる。そのような必要性から、 源氏物語の登場人物を経図にして整理したものが古くから存在しており、源氏物語経図、光る源氏経図、源氏経図などと呼ばれている。江戸時代に入ってから出版された古月章をはじめとする基本による源氏物語では登場人物の経図が付されることが通例となり、その伝統は明治時代以後に活字によって出版された源氏物語にも引き継がれている。 現代では、本文とは、独立した形で年率等と共に、瓶乏やハンドブックのような形で提供される、源氏物語系図も多く存在する。数多くの源氏物語の登場人物の中で、本名で記されるのは、身分の低い光源氏の家来である、藤原恒光と、源義清や二大宮の乳兄弟で家来である、時方くらいである。光源氏をはじめとして、 ほとんどの人物は、作中では、本名で呼ばれない。例を挙げると、頭中将、左外人、右外人、兵部境遇などのようにその感触で呼ばれたり、六条院、桐壺つぼ六条宮やすどころ、古気伝尿御などのように居住地などのゆかりのある場所の、名前に由来する呼び名しか記されておらず、さらには、一宮や、女二宮、女三宮あるいは、 女国や小気味といった普通名詞しか使われていない人物も少なくない。これにより同じ一人の人物でも立場や感触が変わると呼び方が変化する。巻によって場合によっては一つの巻の中でも場面によって様々に異なる呼び方がされる。様々な場面で繰り返し登場する主要な登場人物で一つの呼び方しかない人物はむしろほとんどない。また逆に 左大臣、右大臣、古記伝用語など同じ単語でも話が進むにつれ別の人物を指すことも多い。これにより読者や解説書は主要な登場人物に対して何らかの一人に一つの名前を割り振らないことには理解、解説が極めて難しい。今日では主要な人物に対して慣例的な故障がほぼ定着している。 源氏物語の登場人物を指し示すのに使われる名前は本名ではないものの作中で語り手または登場人物が呼ぶもの後世になって固形図や注釈書等の中で初めて使われるようになったものの両方があるこれらも一人につき一通りではなく時代による変遷もある例えば光源氏の子は大島本では母木木巻と 若紫巻に現れる。一方、くもいの岩の名は作中に現れず、この女性が読んだ和歌に含まれる語から与えられたものと考えられる。うつせみは、作中では母木木ともうつせみとも呼ばれている。特に、後世になって現れた呼び名は、源氏物語の需要の歴史という観点からは、興味深い。詳しくは、源氏物語固形図意義を見よ。これらの通称は、 以下のように様々な由来を持っている。またこれらの通称とは少々異なるが役職名が固有名詞化したものもある。例えば物語全体で右大臣は何人も存在するが、今日単に右大臣といえば切りぼ巻きで右大臣であった人物を指す慣例である。2 5 6 0種の伝本を調査したとする池田機関は発達指摘観点から 源氏物語経図を以下の三つに分類した。これらはそれぞれ源氏物語の注釈詞の中での古中、旧中、新中に対応していると考えられる。さらに現代の印刷本やハンドブック類に掲載されている源氏物語経図もこれらの古注釈の時代の経図とは異なったものである。これらの経図は それぞれの時代の実在する家系を記述する系図の傾向も反映していると考えられる。鎌倉時代後期に成立した、源氏物語の注釈書、幻な軽い林の中から、本文関係の記述を抜き出した書物、光る源氏物語本字の中に伝えられる、さらしな日記の一文において、1021年頃に、さらしな日記の作者である、菅原高瀬江城が、 源氏物語全体を初めて手に入れて読んだ時のことについて、現在のルフ本である低下本系統の本文では、五十余巻きに入る手となっているところが、光る源氏の物語五十四条にふぐして、と、源氏物語が成立して間もない時期に、ふなる源氏物語に関連する何らかの書き物が存在したとされている。この、ふが何であるのかは、 幻な軽い臨の著者両母にとっても、年代の不信であったために、当時の有識者たちに尋ねて回っており、内文であるとする見解が存在したことを指揮している。源氏物語系図のうち、三条西サネが整えたサネ本源氏物語、系図以前の源氏物語系図を、源氏物語古系図という、九条家本、源氏物語系図が代表的である。 古系図はそれだけで独立した文書として、または、写本や注釈書等に付される形で、数多く作成されたが、サネタカボンの成立以後は、次第にとって変わられていった。現存する古系図は、陰性期には成立したと考えられる素本に由来を、すると考えられている。これは、共通して、おぼろずきよについて、他の人物と比べると異例なほどの長文の解説が、付されているなど、 源氏物語の読者それぞれが自分の理解に基づいて作成したとすると考えられないほどに言い回しなどが共通しているためである。また、固形図の原型は現在では一般な源氏物語の本文である青表紙本や川地本が成立するより前にできたものであるためしばしばす森像くらいのような現在一般的な源氏物語には存在しない人物が含まれている。 また、雲井の岩、落葉の宮といった登場人物の故障中で、本文中に現れず、源氏物語が読まれる中で使われるようになってきた、名前がいつ頃から使われるようになったのかを知る、手がかりにもなる。サネタカ本源氏物語系図とは、山上西サネタカが整えた、源氏物語の系図を言う。サネタカ本以前に存在したすべての、 源氏物語系図は大きく球状家本の流れを組むもので、サネタカの当時の標準的な本文となりつつあった。青表紙本が成立する以前の本文に基づいて作られたものであり、つかみ三位など現存する源氏物語の中には、現れない人物についての言及もしばしば見られるなど、物語との整合性も悪かった。そのような中で、サネタカによって整えられた、 サネタカボンはそれ以前の古経図とは、形式と内容がいくつかの点で異なっていた。サネタカボン以前は、様々な源氏物語経図が存在していたが、サネタカボンが成立して、以後は、わずかな例外を除いて、サネタカボンの流れを組むものが主流となっていった。サネタカボンには、経図本体や奥書きについていくつかの異なる内容のものが現存している。 すみれぐとは、平田厚あの弟子である、北村久さしそが、元織の利永による、源氏物語の注釈書、源氏物語玉のお串を保管するものとして表した、ものであり、序文では、元織の利永が源氏物語玉のお串で成し得なかった系図に、年率を加えたものであるとされている。平安時代末期以降の伝統を持つ源氏物語の、 人物系図と室町時代の一条、金吉以来の伝統を持つ源氏物語の年率について、元折乗り,りながら国学者による合理的な解釈を施して整理し、ほぼ現在の形を確立したものであり、これ以後の源氏物語研究に大きな影響を与えた。このスミレグサはそれまで主流であったサネタカボンと比べた、時以下のような特色を持っている。スミレグサは、 明治時代以降も実用的な源氏物語経図として利用されており、大正元年に刊行された源氏物語の書籍にも歴史的な過去の文書としてではなく、読者が源氏物語を読むにあたって役立つ参考文書として、スミレグサをそのまま掲載しているものがある。また昭和になってから刊行された書籍では、その中に収められた経図はスミレグサそのものではないものの、 すみれ草の冒頭部分の、経図略図をほぼそのまま受け継いだような個々の人物の、自責に関する詳細な記述を持たないものだけになっている。現代の源氏物語の活字印刷本にも、江戸時代以来の版本と同様に年率や経図など、源氏物語を読むのに役立つような、様々な情報が付加されており、貧乏やハンドブックのような独立した印刷物に含まれていることも多い。 これらの20世紀半ば以降の剣士物語形図は、それ以前のスミレグサの流れを組むものとは大きく変わったもので、おおむね以下のような共通点を持っている。さらに、個々の形図の中には、蒸気のようなものと大筋で共通点を持ちながらもそれぞれに工夫を加えたものが見られる。ありがとうございます。